ひまちゃんから送られてきた。ちょっと見るか。やばい、そのビスコが。ちょっと待って。マジ？マジ？ちょっと待って、みんなにも見せるわ。ちょっと待ってな。うちの、あ、でも、直すとこ。比較対象みたいな感じで横に並べよう。同じママなんだよ。画像。ちょっと待ってよ。どこ保存したっけな。あった。え、マジ？見せるわ。ね、はい。え、そう、待って、なにこれ、こんなことできる？どうやったん？めちゃめちゃ可愛い。どういうこと？めちゃめちゃ可愛くない？ちょっと待って、やばい。並べるか。どうやってんの？え？ん？どうしてんやろ？目を、なんかね、下向いたらなんかね、三白眼になるんだよな。なんかもう少し、ちょっと頑張って、目を細めて、頑張って、黒目を。大きくして、なんかさ、なんか猫背極まってる人みたいな。口閉じたらいける。口ちょっとすぼめるか。この口で。そう。おかしいやろが。この口で。目、あ、どう？なんかでもさ、なんで？でも別にそこまでおかしいことないはずなのに。おい、小さいくさ、ニジパチパチ。こら、なんか頑張ったらいけそうなのに。頑張ったらいけそうで、すっごい惜しくない？なんかいいとこまで行ってる気がするけど。顎、え、でも顎のさ、長ささ、そんなうち長いか、これ。ねえ、ひまちゃん。ちょっと待って。顎の長さ比較。ちょっと待って。むってしたらすごい。そう、うちね、基本的に、悲しみと、怒りを持ち合わせていないから、なんか頑張るか。しかも怒った顔そんな可愛くないねんな、うち。ブスが悲願、なんか可愛い子にブスがなんか悲願でるみたいな感じになってる。おかしいやろが。だ。さて、表情1からマジック、表情1からマジック、ちょっとやっていいか。押したことにより、ちょっとムッとした表情をやりやすくなり。あー、もう笑顔もブサイクになっちゃった。助けてー、戻してー。ダメだ。なーに？おかしい。なんか猫背感が出るからかな。でも何が悪いのか分からへん。なんて要望を送ったらいい、これってさ。なんかさ、ところどころ修正してもらいたい部分はあるんやけど、なんて送ればいいのか分からんくて。一瞬いけた？眉ねー。でも眉めっちゃ動くようになった。特に。ちょっと待ってな。ちょっともう一回、ちょっとか。わあ、
眉動くようになったで。